うん、じゃあ、競馬に関しては、はい、自分でして当たってないんだったら、うん、プロの YouTuber さんの買い目に乗っかってみる、うん、であなたは自由意思を使って、うん、3人の YouTube をまず、ね、たくさんの YouTuber さんの中から決めたんだよね、はい、あなたが決めたんだよね、はい、そしてその3人の中から嵐さんにあなたが決めたんだよね、はい、いやこれ以上あなたが決めると、うん、ろくなことはないよね、うん、だよね、うん、時間を自分を不幸にするために使う羽目に陥るよね、うんうん、あなたが幸せになるためには競馬を純粋に楽しめるためには、うん、ねえこんなに外れすぎると、うん、楽しくなくなっちゃうんでさすがに、うん、せめてどっちか1着か2着どっちかでも当たっとかないといけないとかね、やっぱりそういうのあるし、まあ、それが人間の差がじゃない、うん、いくら遊び遊び言ってもやっぱりオンラインゲームも何でもそうだけど子供たち見てても勝った勝ったとかできたとかガーとかうまーくそーとか言ってるよ、うんね、その喜怒哀楽は全然あっていいんだけど、やっぱりなんでゲームが面白いかって言ったらやっぱりたまに勝つからよね、うん、うん。そしてすぐ勝つやつはやっぱり子供たち見てても大人でもすぐやめちゃうわ、うん、で僕は静香ちゃんに競馬を勧めたのは、うん、そりゃ難しいから、うん、難しくて難しくて難しいから当たった時の喜びが半端ないんよ、うん、だからその喜びを感じてほしい。でもそれはねやっぱり10レースに1レースぐらいはせめて惜しいなっていうのが、うん、惜しいっていうのは競馬で惜しいっていうのは、うん、馬単で勝ってる人は軸が当たってないと惜しいとは言わないよね、うん、静香ちゃん馬単で買うという今、うん、段階まで来てるわけだから、うん、やっぱり軸当たってないのに惜しいも減ったくれもないよね、うん、なんか全然惜しくないよ、うん、わかるよね、うんうん、で競馬 YouTuber さんってプロだからやっぱり軸を当てるのすごい得意なんよね、うんうん、そして当然だけどあなたが相手馬を決めるよりも YouTuber さんが相手馬を決めた方がいいわけよ、うん、で競馬には二重丸から丸から三角から黒三角とかいろいろあるわけじゃない、うん、だいたい6頭7頭出してる人いるよね。あ、います、うん、で例えば嵐さんがどういう状態で出すか分かんないんだけど、うん、まあ、嵐さんが軸馬1頭で、うん、相手を5頭ぐらい、僕はプロの競馬 YouTuber さんだったら5、6頭6、7頭出すのが普通じゃないかなと思ってるんで、うん、だってそうしないと当たんないよ、うん、で嵐さんが一点勝負で本当にあなたが乗っかるほど、うん、当たってるんだったらすごいよそれは、うん、だったら一点勝負でいいわ、うん、僕あなた本当に確認してるのかなっていう思いが今すごくあるんやけど、うん、いや僕嵐さんみたいなプロの人が、うんうん、一点勝負ってちょっと考えにくいけどなって思って、うんうん、で買い方が、うん、別に三連複でも三連単でも単勝でも副賞でも、うん、ねえいいんだけど、うん、一応推奨馬とかそういうのを出してるわけでしょ、うん、そしたらそれは一点を進めてるんじゃないということは理解をしとかないといけないよ、はい、それはわかるよね。今分かりました。分かったね、はい、うん、そのまんま真似しなきゃいけないの。そのまんま嵐さんが1頭軸で相手5頭だったらあなた100円ずつ5頭買えるんだからそのまんま買うの、うん、それは分かる。それは分かります。うん、何がさっき分からなかったの。嵐さんの最後のやつで、うん、まあ単勝で誰々と誰々で何パーセントずつとか、うん、場合によっては単勝誰々で何パーセント、うん、単独で誰々で何パーセント、うんうん、今の話聞いてると嵐さんって単独の馬券を買う人なの。そうですね、単勝か、うん、じゃあ申し訳ないんだけど、うん、嵐さんは除外せなあかんわ、うん、だってあなた単独ちゃうやん。そうですね、
言ってる。じゃあ3人とも違うかもしれない、うん、いや僕が知ってる限りあのいやもう一回嵐さんはじゃあ見てみてね本当に淡泊の人なのか、はい、あなたもしかしてあの真似する意識がなかったから、うん、一部だけ真似しようと思ってたからあの自分の脳の中に入ってきてない可能性もゼロじゃないからね。全部書き出したんですけど一応淡泊だったの嵐さんは。淡泊もありました単焦だけとか。いやいやいやまた怪しくなってきたやあの淡泊なのね毎回違う、うん、いや毎回違うんだったら、はい、あなたが真似する人じゃないじゃん、うん、いやそこはわかる。そうですね。いやこの前からあの競馬 YouTuber さんに乗っかってねって、うん、もうだいぶ前から言ってるわけじゃない、うんうんうん、えなのに嵐さんを選んだの、うん、それおかしいよ、うん、だからあなた鼻から嵐さんの一部だけを真似して、うん、あとは自分で考えるつもりだったっていうことでしょ。言ってることはわかる。少なくともさ競馬の予想でさ本命がこの馬で相手馬がこれ丸で黒三角で三角でっていう人じゃないとあなたは真似できないんだよ。真似できないです。だからあの嵐さんは素晴らしい人だと思うけど、うん、あなたが真似していい人じゃないよね、はい、言ってることわかるよね、はい、わかる、はい、いや僕は嵐さんの申し訳ないけど競馬 YouTube を、うん、あの解明のところまではっきりと見てないし記憶してないんで、うん、ただ僕は正直今静香ちゃんが説明してくれてる分が本当かどうかはちょっと疑いを持ってます。わかりますよね、うん、もう一度この前のあなたが直近の重賞の先週のね、うん、レースをどういう買い目で YouTube で発表しているのかっていうのだけはじゃあさほど時間かからないから3人の買い目を見て自分が真似できる人っていうのは、うん、あの淡泊だけの人だ。淡泊って言ったら YouTube 聞いてくれてる人は難しいんだけど一着になる馬を単勝っていうね、うん、そしてその馬一頭にかけるんやけど16頭か18頭の中で一着に来ない時に副賞っていうのがあってその馬が2着でも3着でも少しだけ配当があるっていうのを淡泊ってこれプロの人割と淡泊でかける人多いんだよね、うんうん、例えば三連単の人とかだから馬連の人とかだったらあなたはその真似できないのよ、うん、だから本命馬をちゃんと一頭を決めて相手馬を決めてくれる人というのが絶対条件なんよ。はい、わかる、はい、馬連を推奨しているプロの YouTuber さんはあなたの買い方では真似ができない人なの、うん、そこはわかるよね、はい、だからあなたが単勝で1点買いでも6点買いでもいいから、うん、真似できる人を真似してください。あなたがいくら好きだったとしても真似できなければ意味がないんです。わかりますね、はい、うん、それとあの一人ぼっちで競馬をあなたしてるんで、あの面白くないだろうなと思ってね、あと1分あるんで僕が、ちょっとゲームを考えました、はい、うん、オンラインゲームもよくあの対戦ゲームというのをしてますから、はい、たまたまあなたの知ってる人の中で、うん、競馬の予想を重賞で、うん、今僕から勧められてしてる人があなたも入れてあなたが知ってる人で3人いるんですね、うん、知らない人もやってるんですけど、うん、それはもうあの知らない人だったからちょっと実感も湧かないでしょうから、うんうん、あのその3人で、うん、月のレースありますよね、はい、一応あなたで今僕がそれを勧めたのが2人目なんでもう1人が僕のところに来るのにがいつになるかちょっとわからない、まあ、今月中には来ると思うんだけど、うん、そうするとまず3月の重賞レースが、
13レースありますから、はい、これは練習レースというふうに位置づけてください、うん、そして対戦ゲームは3人でやるんですけど、うん、4月の11レースあるんですね、うん、4月から1ヶ月間の11レースで1着だけ当たった人は2点2着だけ当たった人は1点、1着2着両方当たった人は5点という点数をつけます。だからあなたの場合は早くに始めてるんで、実際本当に競馬の馬券買ってますから、あなたの本命を買うのは5通り6通り買っていいですから、あなたの単勝の他の人も単勝なんですね、本命の組み合わせ、あ、単勝じゃない、馬単の本命を1点決めてください、うん、それをあの書いて発表してくれてもいいし、あなた即パッドでやってるから、うんうん、まあ、一番分かりやすいのは本当は本命だけを一番高い金額を買うのが一番いいけどなと思うね、うん、例えば本命だけを200円、うん、あとは100円とか、うん、1点買いするときは1点だよね。2点買いするときっていうのは、うん、あなたが本命だと思ってる単、あの馬単の馬券を100円アップする、うん、そういうふうにしてもらうと、うん、あのあなたは自分でのその競馬というものも楽しめるし、うん、あの他の人とも同じ条件で競い合うことができますから、うん、競争です、はい、あのみんな他の人たちは1点だけを発表してるんです、うん、1着何2着何って、うん、あなたの場合は実際買うから、うん、買い名を発表してますから見た時にお互いが分からないんで、うん、他の人もあなたの YouTube 見て あなたに勝ったか負けたかっていうことを今から気にしていきますんで、うん、僕がじゃなくてあなたたちが、うん、分かりますよね、うん、あなたも気になるでしょ、あの自分があの競馬に勝ってるかどうかも気になるし、その人たちに勝ってるかどうかも気になるし、それが対戦ゲームだから、うん、うん、そして1ヶ月ごとにまたリセットして、また5月は5月で、10レースあるんで、また1点数0点から始めて、6月は6レースなんでまた0から始めて、うん、であの何かその1着2着3着、ね、3人でやるから1着2着3着の人には何かその商品か何か考えれたらいいなって思ってますんで、うん、まああなたたち3人は多分僕が思うにすごく嫌なことだと思います、わかりますよね、うん、だけど遊ぶってこういうことです練習してください、はい、ね、うん、あのゲームで対戦ゲームで人と争うことを避けて、うん、あの本当に友達なんかできますかっていうことです。わかりますよね、うんうん、そら競馬にも負けて対戦ゲームにも負けて、そらさぞかし悔しいでしょうよ。だったらね、自分の当てにもならないがというものを当てにすることもショックすぎてなくなるんじゃないですか。うん、それは15レースもね、うん、あなたが自分の当て方にこだわったということはあなたはショックじゃなかったんですよ、うん、いやそれは一人でやってたらショックじゃないよ、うん、面白くないよ、だからイコール、うん、うん、あなたはプレッシャーですよね。他の2人は今年始めた人です、うん、もう安心させるために言っときますね、うん、あなたは外れてますけど、うん、2人は、うん、両方もしくは1着2着ね、うん、両方もしくは1着は当たってます、うん、だから安心してください。あなたは長くやってますけど調子を崩してますから、うん、挑戦者のつもりで、
そしてあなたは、ね、いつまでも挑戦者ではいけないんですよ、うん、勝者にならないと面白くないんですよ、うん、今からずっとあなたもその他の2人の人とかも、ね、いつも勝つチャンスは毎月巡ってきますから、うんね、あなたの場合はいい意味で自分のプライドを満たすチャンスにもなりますから、うん、そして我を捨てるチャンスにもなりますね、うん、あなたが競馬にも仲間にも負け続ければあなたはさすがに自分で馬を決めようとは思わないでしょう、もう、うん、ね、わかりますよね、うん、勝ったら負けてる人がかわいそうになるでしょう、うん、だから教えたくなるでしょう、あなたは優しくなりたいんですよね、うん、勝つことで自分に優しくなり、うん、なおかつ人にも優しくなるということ、うん、そしてね、4年もやってたんだから負けるのは恥ずかしい、うん、静香ちゃん、うん、本調子のあなただったら勝てるでしょうけど、うん、今のあなただったら初心者が相手でも勝てないんです、だから気楽にやってください、うん、なかなかの才能ですよ、2人ともあなたと同じで、うん、言ってることわかるよね、なかなかの才能ですよ、あなたも才能があるから僕は競馬を勧めた、だから以前よく当たってた、うん、ね、うん、でも今迷子になってる、うんうん、言ってることわかるよね、うんうん、最後に忘れてることがありますね、あなたはなぜ G1 では割とよく当たってたのに、うん、重賞では当たってないかっていうのは本当に気づいてないんですか、重賞は本命が来やすいから、うん、面白い人ですねあなたは。G1 の時と重賞の時に決定的にあなたにとって違うことってあるじゃないですか、金額、面白い人ですねあなたは。え、好きな馬、面白い人ですねあなたは。あ、先生と、そうですね、カウンセリングで喋る、うん、ということはあのカウンセリングで僕はあなたに何をしてあげてたんですか、え、ハートを上げて、あなた面白い人ですね。え、当たりやすいようにする、そうです、気づいてくださいね、うん、わかりますよね、うん、うん、話してる時にあなたが捨てそうな馬を僕が、うん、これはちょっととかね、うん、軸はどれにしたの、いや軸はちょっとこれの方が、うん、とかね、うん、うん、そしてあなたはここで自分の考えとして家帰って決めてたんですよ、うん、うん、いやそれと同じことをずっとはしてあげれないから、うん、僕の代わりにユーチューバーさん見つけてくださいって言ってる、うん、あなた、うん、僕にだいぶヒントもらってたっていうことを、うん、自分の公開競馬教室聞いたらわかると思いますよ、うん、それ忘れてた、忘れてはないですけど、うん、いやあなた先生からね、うん、ヒントを30分の競馬教室の中で、うん、だいぶもらってたのが事実なわけじゃない、うん、ね、それが、まあ、言えば自転車が補助があったのが急になくなった、うん、で自分で一人でした、うん、だから外れてるんじゃないの、うん、言ってることわかる、うん、先生だったらどの馬選ぶかなとか考えればいいんじゃないの、うん、それとか、いやもうこれまずいから先生に聞かなあかんわってあなただったら思ってよかったんだと思うけどね、うん、先生だったら今週のレース何買うんですかって、うん、なんで聞いたらダメだと思ってた、
もしかしてなんだけど、うん、自分だけの力で、うん、収支をほとんどプラスマイナスゼロにしたって自分で思い込んでた。いや、思い、それはないよね。ないです。いや、それだったらさ、うん、いや先生と一緒にしてたんだったら結構当たってるんですけど、うん、私一人でやったらダメなんですけどって、なぜそういう相談はなかったの？多分今思ったんですけど、うん、自分で全部一から決めて、うん、当たるようにならないとダメなんだって思ってた、うんうん、それは一応確認しとくけど、はい、それは先生がそう言ったの？言ってないです。うん、あなたは誰の言うことを聞いてたの？それはおそらく、うん、親の。そうだよね、うん、何でも自分でやらなきゃいけませんって言って、うん、あなたは騙されてたんだよね、うん、今あなたは40年生きてきてさ、うん、自力で生きてる人って会ったことあるの？ないです。自力で競馬して、うん、当たるほど競馬って簡単なんだっけ？うん、それ相談してくれてたらさ、うん、ごめんねって静香ちゃんって全部はできないし、いやお金も持たないよねってそれカウンセリング受けたら、うん、ねえだったら僕よりも優れた競馬 YouTuber さんがいるから、うん、その人に乗っかってまずは当たりというものを味わって、うん、ねえ自分で考えるのは外れてる人だったらその後だよねって僕から多分教えてもらったはずなのよ。当たり前だよね、うんうん、言ってること分かる静香ちゃん、うん、ね先生、先生が言ってないことをするということは、うん、あなた自動的に親の言ってることをしてることになってるんよ、うん、それもいや本当にね1秒でも早くやめた方がいい。わかるよね。なんかまずはね僕の言った通りしてみたらいいだよね。だってそうしないとさ自分の潜在意識になかなか人間って勝てないじゃん。あなたがいくら頑張ったってねえあの親に勝てないよ。それは本当の親には本当あなた勝てるんだけど、あなたの心の中の両親には勝てないよ。ご両親には、うん、だからまずは僕の言ったことをして、僕から言われてないことはしない方がいいわ。競馬と YouTube に関してだけやで。いや僕もあなたの全生活を面倒見るっていうことはできないんでね、競馬と YouTube に関しては僕の言ったことだけをやっていく。そして何かをやった時にこれって先生が言ったこと私一生懸命やってんのかなって一回ちょっと確認してみないといけないなって。先生5分って言いましたよねって言いました、深田静香ちゃんに。源静香ちゃんにはまだ聞かれてないんで言ってませんという答えを出す。わかるよね。先生ってバン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 ひらめきを出すから言うことがコロコロ変わるから僕の取り扱い注意があって、一番新しい僕の言ったことをちゃんとメモするなり記録して、ね、僕がそんなこと言ってないよって言っても、いや先生言いましたねって言ったら、僕やったら、あそうそれはごめんなさい。ここがあなたの親とは違うところだね。わかるよね、うんうん、言ってることわかるね、はい、うん、だから僕の言った通り一回競馬してみてごらん、うん、当たるから、うん、あなたなら、うん、YouTuber さんの、うん、
ね、あなたが馬たその人は馬たんで買ってなくてもいいの、うん、本命軸馬を一頭決めて、うん、流せる形で買ってる人、はい、予想をしてる人だったら、ね、あなたが当然上からお金の続く限り、あのよし例えばガンマさんが、うん、4通り出してたから私は一点勝負で一番上だけ買うっていうのはダメよ、うん、7点勝負してたら600円じゃ足りない、今度は本命を200円にするって決めたから200円300円400円500円600円5点しか買えないってなった時に下から2番ちゃんと順番に書いてくれてるから、うん、その下の2つを消すということね、うん、言ってること分かる、はい、そして YouTube 全部聞かなくていいよ、はい、分析とか聞かなくていいから、はい、競馬が結果が出てから分析は聞いて予想の、はい、分かるよね、はい、分かった、はい、うん、で YouTube は3分ね、はい、分かるね、はい、うん、これでできるかな、はい、YouTube を3分にするのと、ね、買い目は完全に乗っかる、うんうん、そうすると競馬も対戦ゲームもあなたの人生も楽しくなるよ、うん、あなたの競馬の才能本領発揮よ。いやあなた被害受けてんのにさ、自分の解明を引き寄せるなんていうことがさできるわけがないじゃん、波動が下がってんのに、うん、言ってることわかるよね、うん、うん、分かった、はい、うん、もちろん僕が今日言ったことをね完璧にできなくてもいいんだけど、うん、これ音声撮ってるから分からなくなったら音声聞いて、うん、例えば YouTube 撮って4分撮った時に気づいた時にはもう撮り直して、うん、分かるよね、忘れてたらもう、うん、だってそうしないとあなたいつまで撮っても幸せになれないもん、うん、分かるよね、うん、分かった、はい、以上でございます、ありがとうございます、はい。